アーロイ、話がある。さあ、時間だ。準備は？ああ、まあな。ただ、想像以上にうるさい。来るのは初めてだったな。近いとこんな大きいのか。じきに故郷のように思える。平気だ。どうだかな。大長老のティルサ様を頼るといい。質問はあるか？中では一体何をしてるんだ？人々が祝い宴をしている。見たことがないほどの大勢で、この母の源は特別だ。大長老がおわす場所であり、野良族の中心地、聖地の宝石だ。焦るな、時期好きになる。かつて私がそうだったように。本当に受け入れてくれる？だから言っただろう。異端児であっても試練に出られると掟にある。試練を通過した異端児は義勇兵となる、だったな。でも掟を重んじる人ばかりじゃない。信念を持て。部族はお前を認める。最後に教えることはある？ない。自然から学べることは全て学んだ。自然じゃない、あなたから教わった。弓と槍があそこで役に立つかどうか。アーロイ、お前が長年望んだものは弓と槍でしか勝ち取れんぞ。真実だ。準備はできてる。数日で家に戻る？私は家には戻らん。ほら、取っておき。お守りだ。まるでもう会えないみたいな言い方。嘘、やだ。お前は部族と共に。だが私は異端者だからな。言っただろう、心配しなくていいって。こっそり会いに行く。掟を破るのは私であなたじゃない。話しかけなくてもいい。この私とのつながりは足かせとなる。頼むから、お前は部族と共に生きてくれ。孤独はもう十分味わったろう。孤独じゃなかった。お前のためだ。私は二度と会わぬよう姿を消す。これでお別れだな。いや、違う。足跡はたどれる。どこにいようと見つけるさ。今回は無理だ。いつだって見つけてやるさ。これを身につけて会いに行く。大いなる母の加護を、アーロイ。あなたも。行かせるんだ。今はな、まずは試練だ。それから後を追えばいいさ。ここから引き返すか、血を見るか、好きにしろ。さあさあ、どいて。道を開けてその子を入れてあげなさい。母の源に歓迎しますよ。さあ
大丈夫です。皆あんなに無礼ではない。あなたティルサ？ええ、そうですよ。さあ来なさい。この日を長いこと待っていたのですよ。あ、本当に？もちろん。ただすまないが行かなくては。今夜は他にも来客がいます。何？別の部族カージャの特使です。試練を見に来たのですが、ノラはカージャを嫌っている。カージャ？気にしないで大丈夫。後で話しましょう。さあさあ祭りを楽しんで。あ、右の道を進めばそなたに会いたがっている者がいますよ。でも知り合いなんていない。それはどうかしらね。後で話しましょう。女神のご加護。どうなってるんだ。自分の小屋を持てるように長老にお願いしてみるか。その資格はあると思う。はあ、心配事や不幸は忘れましょう。アーロイ、柔らかい怪我を見つけて頼むべきかもね。バーストが勝つに決まった。アーロイ、ここだ。渡すものがある。君はアーロイだよ。名前間違ってないよな。お前がティルサの言ってたお友達か。誰なんだ。僕のことを覚えてないのか。まあ昔のことだからな。僕はテブ。機械の群れから助けてくれた時は僕より小さかったのに。あの時私が助けた。あのことは忘れない。君が試練に参加すればまた会えるかなって思ってた。見ての通り腕利き狩人にはなれなくて、代わりに縫製師になったんだ。服や防具を作ってる。この日のために君の防具を作っておいたんだ。さあほら。いくらするんだ。金？タタさ、時間経ったけど助けてくれた俺だ。さあどうぞ。
ったりじゃないか。ああどうもありがとう。こんなの着るのは初めてだ。君のものだ。防具としてはこっちの方がいいだろう。前のよりは。全ての防具には長所があるんだ。もちろん短所もね。ごめんね、引き止めちゃったかな。ティルサ様を探すのなら長老の館に行くといい。見ればすぐにわかる。外に怒った群衆がいる大きな木の建物だ。ティルサが他の部族から使いが来てるって言ってた。そう、みんなそれで怒ってる。カージャが久々に僕たちのこの聖なる地を訪れた。トマトが飛び交ってるんじゃないかな。それか石かも。槍じゃないといいけれど、どっちにしても頭上に注意。好きだけどなんていうか、ほらわかるでしょ。ゆっくりできる時間があるとつい考え事をしちまう。厳しい暑さだ。ジャーグ、そこから降りてってば。この酔っ払いがどうして家を登らなきゃならないのよ。他人の家の屋根を登ったらダメだって言いたいのか。メガネで私じゃ。ほら降りなさいってば早く。そうやってお前は俺に頭から落ちてほしいんだろ。私の望みはあんたが降りることよ。お前の望みは俺が一切楽しまないことだろ。いいわ、それなら一晩中屋根にいれば。ああそうする。あいつの言いなりにはまだ見えなくなるくらいタク君のことだ。考えを改めなくちゃね。マストが勝つに決まってる。ほら見てみなさい。しっかり聞きなさい。俺より登るのが将来ちゃんと話せるよ。新しいものないかね。全ての命が大いなる母から生まれた。そしてこの命皆大いなる母、安息の地で皆が共に安寧な時を過ごしていた。だが静寂を破る者がいた。母の恵みを受けながらも。こんにちは。ある時が。こっちに来てくれ、アロイ。カルスト、ここで何してる？おい、こら、初対面のふりするんだ。荒野では異端者と取引しちゃならないって掟だろ。覚えてるよ。話しかけてくれるなんて優しい。おい怒るなよ。明日の試練じゃお前を応援してんだぞ。お前が勝ったらあいつらどんな顔するだろうな。ほら、最後に補充が必要だって言うなら何でも言ってくれ。
それで、なんで来た？荒野が好きなんだろ。まあほら、一人で飲んでてもつまんないだろ。正直、たまに寂しくなるんだよ。ほら、認めたぞ。バカにするなよ。バカになんてしない。負けてくれるなら。お前ってやつは。冗談だよ、カルスト。会えて嬉しい。そんなに優しくすんな。返品は受け付けないからな。たとえ壊れても文句言うなよ。また今度。次会う時は義勇兵だな。彼らとその見下げ果てた行為を。じきに試練の祝福を開始しよう。だがまずは客人の歓迎だ。我らはこの2年。カージャと平和を保ってきた。今こそメリディアンとの絆を回復させる時。三王国の特使が来訪した。平和の旗印のもとに。何が平和だ。ここに三王の感謝の意を表明する。この感謝状は三王のハバード様によって書かれ、信仰なき者め。はいはい、天将様が果物を投げるな。ノランの皆さん、やめてくれ。俺はオスラン、カージャじゃない。はっきり言うが、13代目の三王は殺人鬼だ。本当さ。暴君で怪物、俺の部族も同じように血祭りに挙げられたんだ。
姉貴だって捕虜にされたさ。カージャを憎んでいた。だがあの凶王はもう死んだ。2年前に殺したのは14代目。権力が欲しかったからじゃない。誰かが父親の残虐行為を止めなきゃと思ったからさ。そうだ。ここにいる哀れな妻子が伝えたいのは王からの謝罪、14代目直々の言葉だ。なあ頼む、耳を傾けてくれないか。どうも。三王の感謝の意を表明する。これは14代目天将様であられる現三王国君主ラバード様のお言葉。あの頭のハゲた男からな。試練の前夜となるこよいだ。我々カージャはあなたの未確認装置を感知。どういうこと？大いなる母よ。ノラの地で育ちし信仰なきカージャがいても期待は楽しまなきゃ。悪さをするわけじゃない。フォーカスをつけてる。私見た。私は内調。私以外でフォーカスをつけた人は初めて見た。どこでそれを？なんだ、ノラがフォーカスつけてる。そんなのありえん。あんたの部族は遺跡に行くのを禁じてるだろう。みんなと一緒にするな。まあそうだろうな。鉄の世界の遺跡に忍び込んだんなら。どうしたんだ？悪いな。ああこりゃ故障だ。オーリン、お前もう友達を作ったのか？悪い、すぐ戻る。待て。いや、ああ後で話そう。行かないと。おいおい、思った以上に酔ってるみたいだな。それオーリンがつけているのと同じものだろ。そいつをつけるのが流行りなのか？あいつの名はオーリンか。これを一体どこで？どうせまた身分の高い友人にたかってるだけだろう。異物を掘り起こしや酒か博打を打つ、そういう男さ。あの飾りも発掘したもんだろう。頭につける風変わりな宝石だ。ああ悪気はない、あんたは似合ってる。お友達は果物で音を上げそうだったが、よく収めたな。どうも自信はなかったけどな。野良族はまだ赤の動乱のことを忘れちゃいない。当然だが。見たことのない防具だな。ヴァンガードの防具は初めてか？なら教えてやる。リングで固定、衝撃にも強い。ソートゥースとも十分張り合える。当然だろう。ヴァンガードは三王の精鋭、人間も機械も倒す最強の戦士だ。あんたみたいな野良族の戦士でも手に負えないかもしれんぞ。その重そうな防具で？それはない。そうか。俺が見たところ互角ってところだが。他にも聞きたいんだが。そりゃいいが、あの儀式が終わった後の方がいいんだったらその時に話そうか。赤の動乱については初めて聞いた。何なんだ？自分の部族が戦っていたのに知らないのか？一体どこにいたんだ？まさか箱入り娘だったってのか？私は異端児として孤独に育った。ああそうだった。野良族の風習か。俺に言わせりゃ残酷だ。異端児であったとしても機械の大厄災は知っているだろう。年々凶暴になってる。三の凶王は太陽神に血を捧げれば機械を沈められると考えた。無駄だったかな。何年も他の部族を襲っては生贄のために人々を捕らえた。俺の姉貴も野良族は懸命に戦ったが犠牲も出た。
それで何があった、あの町に。教王の息子がカージャの反乱軍とオセラムの義族を一つにまとめた。一致団結しメリディアンを奪還して教王を殺したんだ。息子が今の王位についてからは随分良くなった。アバードの下では生贄や奴隷はいない。今じゃあらゆる部族の民がメリディアンにいる。追放者さえもな。あんたも来るといい。オセラム族とは？ああ、俺の部族だ。遥か北西に住む。得意分野は三つ。口喧嘩に家事に、それと醸造さ。それと義族とは何者だ？言ってみれば俺たちは傭兵、雇われ戦士だ。だが忠誠心は強いんだぞ。アバードは俺たちの力があったから父親を倒せた。今や俺たちはアバードのヴァンガードとして使える身だ。姉が捕まって生贄にされたのか。ひどいな。捕まりはしたが生贄にはなっていない。エルサはそう簡単に死なんからな。逃げ延びて今は俺の隊長、全ヴァンガードの隊長だ。三王直々の任命さ。どうやって生き延びた？ああ、この話をするには時間が足りない。また今度な。酒でも飲みながら話そう。それかメリディアンに来て直接会えばいい。きっと気が合う。性格が似てるからな。遠慮がない。毎年機械が危険になっていると言っていたな。ああ、教えるまでもないことだろ。初めて聞いた。ああ、悪かったな。その皆知ってるかと聞いた話じゃ、機械も20年くらい前までは今ほど怒っちゃいなかったらしい。カリウドに出くわしたら怖がって逃げた。そりゃ倒すのは難しかったが危険じゃなかった。奴らに踏み潰されさえしなければな。だがやがて大厄災が始まってから全てが変わった。今じゃカリウドが矢を撃てば機械がうなり声を上げて襲ってきやがる。あと何年かすりゃ人を見ただけで襲うようになるな。どこへ行くのも危険がつきもの。厄介なことに見たこともない新種の機械が現れた。でかくて凶暴で重装備のやつ。ソートゥースみたいな。ああ、10年前はそれだが、数年ごとにもっとひどいのがご登場ってとこさ。嘘じゃない。でもなぜそんなことが。誰も知らない。機械たちも教えちゃくれない。もう一度大厄災のことを。聞いた話じゃ機械も20年くらい前までは今ほど怒っちゃいなかったらしい。カリウドに出くわしたら怖がって逃げた。そりゃ倒すのは難しかったが危険じゃなかった。奴らに踏みつぶ。だがやがて大厄災が始まってから。今じゃあと何年かすりゃ厄介なことに。ソートゥースみたいな。ああ。でもなぜ。誰も知る。カージャには残酷な歴史があるのに、なぜ使える気に。先代の王たちは殺戮者だ。だが新王は平和を望む。残酷ではない。それにカージャは戦うだけじゃなくて作る。メリディアンもそう。他の町はあれと比べたら小江戸のようなもんさ。メリディアンは広いのか。どんなとこ。どこから話すかな。俺の部族の仲間は火事の達人。修理の腕も世界一だ。だが建物はな、カージャにはかなわない。都は渓谷の上に立ち、橋もそこら中にかかってて、建物は山のように高い。谷向こうには導きの塔。日差しを反射し空を切り裂く刃のようさ。あんたも絶対に見るべきだ。俺からの挑戦だよ。というか正体か。お前の言ってたことについて聞きたい。どうぞ。オーリンについて他には。そんなに興味あるのか。ちょっと嫉妬するぜ。
あいつは遺跡をうろついてガラクタを掘り起こしちゃ貴族に売ってるのさ。それ以外の時は偵察だ。遠征を案内してもらうにはうってつけの男だぞ。数年来の知り合いだが、誠実な仲間で家族思いで酒も強いいいやつさ。まあこれで全部かな。儀式に向かった方がいいな。だな。なあ、おせっかいかもしれないが、あんたはこんな田舎にいるべきじゃない。つまり賢くてそれに見るからに有能で、それになんていうか。ああ、何の話だ。おい、分かってるだろう。メリディアンに来るときは俺を訪ねろ。案内したり人を紹介してやる。新しい人生を送れるぞ。それじゃあ俺もそろそろ儀式に向かっておくとするよ。じゃあまただよな。死に飢えたカージャどもをノラの地に招くなんて、大長老ティルサはこんかやりすぎだ。俺は大長老ランスト様に賛成だね。カージャの流れ者が聖なる地を汚すのに許されない。それじゃあ始めるか。なかるそう。頑張れよ。ここ好きなんだ。しっかり聞きなさい。将来ちゃんと話せるように。まず初めて、命が大きな母から生まれ、人の血が流れているのだから強いはずさ。そして獣たち、大いなる母、安息の地で皆が女神の祝福を。祈りを始める。バーストバーストバースト。アーロイ、そなたの場所はそこです。祈りの灯火はそなたのもの、私が作りました。冒涜だ姉妹よ。志願者よ、そなたらの前にあるその祈りの灯火は母が作りし者。栄誉をたたえ、火を灯すのだ。己のため、これまでのすべてに、試練で勝った後の真実のために。大いなる母よ、聞き入れたまえ。母の祈りで空へ羽ばたく子は核のごとし、燃え盛る炎が天へと駆け上り、自由の風に託されよう。
遥か彼方へと消えゆくまで大空を旅せ、さればこそ母から若き子へ情愛が永遠に紡がれる。バストバスト、オーリンが強いな。彼に話を聞かないと。なんで知ってる？ああ、エレンドのやつか。さっきはなぜ妙な態度を取ったんだ？祝祭のせいかな。俺も人混みが苦手でね。もう寝た方がいいな。質問をはぐらかすな。わかった、落ち着けって。何でも教えてやる。フォーカスを持ってる人は初めて見た。それをどこで見つけたんだ？クレイムの北方にある遺跡だ。俺たちオセラム族の故郷だよ。あそこじゃ鉄が深くまで続いている。鉄の巨人が土の中に半分埋もれてたり、古のものが山に掘った洞窟なんかもある。興味あるのか？私のフォーカスも同じような場所で見つけた。古の遺跡だ。自分で見つけたなら俺から聞くこともない。じゃあその場所を調べたらどうだ？俺じゃなく。さっきお前はビクッとして何か痛そうにしてた。怯えて。フォーカスで何を見た？何も見ちゃいない。言っただろう、故障したんだよ。よくあることさ。故障などしたことない。子供の時からずっと。ならいいフォーカスなんだろ。この地にも宝がいっぱいありそうだ。ノラ族は怖がって遺跡を探索しないようだからな。呪われた遺跡と聞く。私はそうは思わないが。知識が呪いだというならそうなのかもな。何をしに来たんだ、遠くノラの地に。エレンドが遠征に石膏と飲み仲間を連れてきたかった。それだけだ。あと三の祭司のお守りもあったが、これが全て終わったらまた遺跡を発掘しに戻る。ガラクタを漁って装飾品を集めて売るんだ。探検家なのか？ただの流れ者だよ。シャードを稼がなきゃならん。今回は三王の命に従ってな。それだけさ。わからないな。自分と同じ装置を持っているのに話しかけもしないなんて。俺は別に友達が欲しいわけじゃない。面倒はごめんだ。阻害されることには慣れてるが、あんたは違うかと。あんただからじゃない。気にするな。まあほら、今夜は楽しんだ方がいい。明日は試練だ。一時一時を大事に過ごせ。わからないわ。異端児がやってくれるかも。だってロストが訓練したんだから。カージャがノラの民にしたことを。買い物したいのか？また今度、頑張れよ。
その試練。だから。言っちゃったよ。お前。この母なし子め。今なんて？布団の中で試練に勝つ夢でも見るがいい。夢でしか勝てないからな。ああ、ここが宿舎。お前が見張りだし、トイレなのかと思ってた。このお前が言うことしたい。驚いたな。ついに荒野からお出ましか。母なし子の異端児だぞ。俺が投げた石でできた傷まだ残ってるんだな。あれはいい思い出だぜ。ちょっとみっともないんじゃない。バスト、もうやめときなよ。どうしたんだよ異端児。真の野良族の面前じゃ話す許可が必要なのか。はあ、真の野良族の格好を真似したところで誰も騙されないぞ。ずっとそういう態度を取るつもり？ここにいる限りずっとだ異端児め。さっさとここから出てって野生に帰れ。試練に出る資格なんてお前にはない。残念だが勝つのは私だ。ずっと訓練してきたんだ。お前に負けたら異端者になって一生暮らすさ。課題評価は危険だ。お前じゃ生きていけない。よくその傷をつけた時のことを思い出す。俺にはいい思い出だ。ああ、手から石を弾き飛ばした時のお前の顔最高だったな。でもどうせその部分だけは話さないで終わりだろ。俺は生き恥の烙印を押してやったんだ。そのおかげで私は強くなれた。見てろ、明日にはわかる。ああそうか、くだらないな。俺はお先に失礼するぜ。明日驚くのはお前だ異端児め。俺じゃない。試練中は黙る。それなら驚く。うまいことあしらったわね。おとなしくするでしょ、明日の朝まではね。お前とは初めてか。アーロイだ。ああもちろん知ってる。競争相手よ。みんなほとんどが試練は終えるけれど、最後に勝つのはバスとかあなたか私、バーラよ。話せてよかったよ。そうだな、明日は私が勝つ。実際に勝利するまでは口にしないことね、アーロイ。母の教えよ。じゃあ悪いんだけれど私はもう寝るわ。明日あなたと勝負するとき万全の状態で挑むために。あなたの寝床はあそこよ。わかった、ありがとう。で、母の源での夜どうだった？野良族の家で寝るのは初めて？みんな一緒なの。魅力は
あると思う。快適よ、一員になれば。そうなのか。あなたも居場所が見つかる、必ず。休みましょう。どうしたら貴様はここから消えてくれる？証が粉々だな、異端締め。もう一つ取ってこいよ。
雪の寒さでうずく。追いつかないと。ほら、そう焦るな。たどり着けばいいんだ。一人足りないな。異端児はどこだ。後ろにいたのに。見かけ倒した。しんがりだぞ。もう歩いていったらどうだ。バーストかバーラが勝つ。たどり着ければ義勇兵にはなれるんだ。おいおい、そりゃ古い小道だ。去年は二人も死んだ。崩れかけてる。死んじまうよりビリになる方がマシだろう。おい、これお前ちょっと待て。気を付けか。お前死んじまうぞ。そっちは危険なんだ。行くなんて正気じゃない。おい待て。今は進むしかない。いいからそこで止まるんだ。いいか、後ろを向いて引き返す。あそこ急がないと。後悔するだけだ。やめておけ。先頭は誰。よく言えない。後ろはバーラで。さあ行くぞ。早く急がないと。止まっちゃダメ。そっか。よし、この調子。見ろ、異端児が追いついてきたぞ。どうやってあそこに。かなり際どいな。ほら急いで。このために訓練してきた。負けるなんか野生で鍛えたんだ。正確さが足りない。完璧にやらないと。ズルさ、異端児が勝利しただと。いいや、その者は今や義勇兵だ。やったね。みなそうだ。戦利品を祭壇に置きさえすればな。勝者はアーロイ。異端児は今や義勇兵となった。一番でたどり着いてな。アーロ、動員が来るまで動きを封じておけ。ここにいたら死んでしまうわ。でもこれじゃ逃げられない。殺せばもう撃てない。爆乱して。私が狙う。バースト、バースト、あんた来るの。ああ行くよ。行こう。さあ、数が多い。もう無理だ。
大いなる母よ。奴らを倒すんだ。奴らを殺すんだ。強すぎる。止められない。に向かって。全員殺せ。目撃者も生存者も残すな。固まるんだ。嘘だ、まだ来るぞ。これじゃキリがない。何人いるんだ。奴は弱ってます。これじゃキリがない。何人いるんだ。
められない。奴らを倒すんだ。数が多い。もう無理だ。今のうちに下に降りるよ。
焼き尽くし、それから任務に戻れ。承知しました。嘘でしょ。ここから出ないと。フォーカスはどこ？ロストが私を。そうか。手遅れになる前に助けられたのか。でも誰もいないな。ここは私の服、よし。フォーカスはどこ？あった、よし。ここは母なる山の中にいるのか。でも入れるのは長老だけのはず。私の弓がない。それにあの壊れたフォーカスもないぞ。襲撃者はどこに行った？
早く探さなきゃ。何かの信号を拾ってる。ここ子供の頃に落ちた遺跡に似てるな。野良族が建てたものじゃないな。古のものか。何のために。あった、他のものもありそうだ。避けろ。だがもし見られたら皆殺しにせよ。標的の画像もある。失敗は認める。標的の画像。みんなと一緒にするな。その面で確かめなさい。
ぜ私をここへ。死ぬ寸前だったでしょ。母のそばで死ぬのは尊いこと。ランスらはならぬと、でもジェザが賛同。ここに私の母が。これから会うのか。そう単純なことではない。ついてきなさい。あの、私と母は似てるのか。髪は短い。似ているも何も、そなたは人から生まれたのではない。この山こそが母。山？それは一体どういう意味だ。来なさい。ここは何なんだ。ここは女神の間。大いなる母が鉄の悪魔を撃った場所。そなたが生まれた場所。アーロイ、試練での虐殺は最悪の始まりに過ぎない。襲撃者を追った義勇団が虐殺されたのです。私の生まれとどう関係が。そなたにかけている。ここでそなたを見つけました。泣き声が聞こえ、見に来たらそなたがいた。ただ寝てたのか。ええ。つまり扉の奥から来た。私はずっとそう信じてきました。そなたは山の中から来たと。大いなる母からの贈り物。でも皆はランスらのように闇の力が連れてきたと恐れ、そなたは呪いだ。でもこれは女神じゃない。アーロイ、扉だろ。中に人がいる。母さん。ID をスキャンします。女神が喋った。あの女の人とそっくり。エラー、アルファレジストリの破損。 ID の確認に失敗しました。嘘だ。入室拒否。そんな嘘だ。母が呼びかけたのです。聞いていなかったのか。私だと分かっていなかった。それは汚れのせいです。女神からのお告げですよ。この汚れさえ癒すことができれば必ずやお分かりになる。じゃあどうしろというんだ。そなたが見たという髪の短い女性。彼女に似てるから私が襲われた。到底かなう相手ではなかった。他に手がかりはないのですか。オーリン、流れ者の一人だ。試練の前夜にいた。襲撃者はあいつから情報を。メリディアにいる。ならば聖地を出なければいけません。私はずっと異端児だった。追放すればいい。他に方法が。さあ、それならうまくいく。部族が絶滅の危機にあるって、どうして。試練での大虐殺の後、義勇団が襲撃者の後を追いましたが、戻ったのは半数以下。
どうしてそんなにやられたんだ。彼らは機械を使っている。機械を操る力を持っているようで、汚れで凶暴化させています。逃げられたのか。ええ、それに対する長老たちの答えは懺悔を歌い、大いなる母の慈悲をただ請うことだけ。大いなる母に見捨てられたかのように。それじゃあなたは。そなたをここに連れてくること、生まれた場所を教え、大いなる母がそなたに託した運命のままに生きさせること。大長老たちが待っています。話は私が。それでは。ええ、見せました。皆さん、女神がアーロイにお告げを。はびこる汚れを打ち払えと。だが一体どうやって。聖なる地を越えて旅をするのです。使者か。女神のお告げなら従おう。こんな小娘を天命の使者に任ずるだと。ランスラ、お願い。ランスラ、協力を。これはお主らの罪となる。死者にすればこやつは二度と戻らぬだろう。アーロイ、女神様の福音によりそなたを野良族の天命の使者として任ずる。その聖なる務めを妨げられる者はいない。大いなる母のご加護と御心を忠実である。歌の準備をしよう。我らの希望をそなたに。死者とは何なんだ。そなたです。これがその証。困難が訪れた時、大長老は天命の使者を任ずる。大いなる目的のために旅する義勇兵です。目的がどこへ使者を導こうとも、この聖地の境界を越えるとしても。そうです。そして務めを果たすか、急務があれば戻ってこられます。それじゃあどこでも行けるのか。制約もなく。女神の目が行き届かない遥か遠く禁じられた地にも行ける。鉄の世界の遺跡にさえも。なるほど。鉄の遺跡はなぜ禁じられているんだ。あそこは荒廃した場所、邪悪で暗い、まるで鉄の子のように。彼らは大いなる母を殺そうとした。都は母に破壊されたが、罪までは拭えず、その古代の遺恨が遺跡に渦巻き、入ろう者ならそれに取り憑かれてしまう。でも行ったことがある。母なる山とまるで同じだった。そんなはずは。本当だ。ならばそれは私の理解が及ばぬこと。そなたが真実を解き明かさんことを。なぜノラ以外の領地を汚れてるという。わかりませんか。ここは聖なる地。我らは命の源、大いなる母に守られているのです。その外にはすさみきった地が広がり、汚れた信仰が。よって掟きてで外へはいけないが、天命の使者なら許される。他にも使者はいたのか。いました、数人が。その多くは旅立ってから行方知れず。ロストも死者だった。いえ、死者ではありません。何を隠してる。今話すことではない。また別の機会に。ロストの遺体はどうしたんだ。残念ですが、
ほとんど残ってなかった。遺体の一部は彼がそなたを育てた場所に埋めた。花も備えてある。ありがとう。襲撃者を追うために義勇団を送ったんだろう。ええ、でも奇襲を受けました。戻ったのは数人、彼らも怪我をしている。連中の行方は？さあ、バールに聞くといい。安息の門にいる義勇兵です。彼は奇襲を生き抜いた。会ってみなさい。多くの人が苦しんだ。私に何かできることは？一番肝心なのは、大いなる母がそなたに託した運命を生き抜くこと。それがどういうことか私にはわからない。見つけるのです。もしそれが部族を助けることでもあるとあなたが感じたのなら、そうしてほしい。きっと安息の地で困っている人々にも出会うでしょう。そろそろ行かないと。まずは安息の門に向かうといいでしょう。バールに会ってメリディアンへと導くはず。ノラ族が旅を阻もうとしたら、死者であることを示しなさい。そうする。ありがとう、ティルサ。いろいろと。大いなる母のご加護がありますように。ノラの子らよ、間もなく始めよう。清めよ。我らにこのような苦しみをもたらした罪に許しを請うのだ。長老たちの祈りに続いて、異端児の女だ。あの怪我で生き延びたのか。聖なる血を守るという義務を果たせなかった。大いなる母よ、彼女のおかげで多くの命が助かったな。また雨か。ブーツが湿る。アーロイ、アーロイ、アーロイ、アーロイ。テブ、大いなる母のおかげだ。生きてたか。異端児が来たぞ。無視しろ。報告の続きを。どうやら安息の地に悪魔がいるという噂があるようです。触れた機械を汚す黒い鉄だと。どこから来たんだ。安息の門を突破したと報告。誰からだ。バールとその部下、彼らは止めようとしたが、悪魔があまりに強すぎた。門を守るとは愚かな奴だ。母の眼差しこそ死守すべき場所なのに。母の源から8つの集団が聖火に加わり、さらに増える見込みです。よし、真の野良族ならば歌わずにはおれんだろう。お前は野良、義務を果たし、自分が倒れた時に記憶されるよう祈るんだ。君が無事で本当に良かった。門を開けてくれないか。たかが異端児ごときの頼みだ。俺の知ったことか。私は使者に任命された。門を開けろ。貴様が使者だと。大長老たちは正気じゃないな。そもそも異端児を試練に出させるなど、しかも母なる山に運んで傷まで癒しただと。
呪われるのも当然だろうな。子供が次々と死んでいくわけだ。なんて薄情な奴なんだ。彼らは私と共に戦い、手を取り合い、背中を任せ、そして死んでいった。もし一人でも真の野良族がいたら、貴様は容赦なく殺されていたさ。レッシュ、よさないか。黙れ。俺は団長だぞ。そして私は大長老が任命した使者だ。門を開けるんだな。そしたら消えてやる。今すぐにこの地から立ち去るんだな。今の。
義勇兵。戦闘準備だ。俺たちは呪いと戦う悪魔だ。大いなる母よ、力を授けよ。すぐやられる。位置につかないと。さあ来るぞ。攻撃。おい、ストライダーが凶暴化してるぞ。
撃者の増援にこいつがいた。どうやってあの機械はストライダーを操っているんだろう。あの機械がストライダーに何をしたか調べないと。フォーカスならどうやって機械を操ったのか調べられるかも。どうやって他の機械を操るんだ。どんな秘密が。奴らを従わせた。どうやって。これでやったのか。あ、フォーカスにつながってる。じゃあこれでできるのかも。ワイヤーを巻いて止められそう。あとは試すだけ。アロエ、一体どうやったの。テーブな、ここで何してる。お前は法政士だろ。母の眼差しを守りにね。まさかこんなのを見ることになるなんて。心臓を抜き取ってあの悪魔を倒したんだぞ。他の機械を操る方法多分分かったかも。でも機械で試さないと。安息の門に行く途中にストライダーがいっぱいいると思うけど。その通り。どちらにしろ門に向かうわけだし、バールに会わないと。他の奴らとは違うと思ってたけど。けど、なんだ。君は大いなる母の恵みだ。レッシが何と言おうと。ありがとう。でももう行かないと。わかってるよ。君も気をつけてね。見てないよ。義勇兵、一刻も早くあの門を修復するんだ。胴体を巻いてでも何でもいい。早く直せ。Thank you.
という者は暗殺の地に行ってしまった。残された者たちはどうしよう。機械を探し出してオーバーライドを試そう。あれはいるな。後で使うかも。
ロストが建てた家、一人で、はあ、思い出だらけ。でももうここにロストはいない。ここにはもう何もない。溶けた雪でびしょ濡れだ。ロスト、会わずにノラを離れるなんてできなかった。別れを告げた日、あの時私言ったでしょ、見つけるって。でも今回は私の負け。追いかけることもできない。ロストは試練の時でも私のことを見守ってくれてた。私のそばにいてくれた。いつものように最後までありがとう、ロスト。教わったことは無駄にはしない。約束だ。やり遂げてみせる。ずっと謎を解こうとしてるんだ。でも意味がわからない。襲撃者は私を狙ってた。それはこの年上の女性に似てるから。でもなぜ、それにどんなつながりが。私の母親なの。ノラには見えない。でももしも山の中に暮らしてるなら、なぜ襲撃者は知っていたんだ。何か知るたび謎が増えるんだ。オーリンを探さないと。よそ者だ。祝祭にいたんだよ、試練の前夜の。襲撃者はフォーカスを通じて私を見た。でも奴はそれを知ってた。見つけたら知っていること全て白状させて償わせる。さてと、それじゃあそろそろ出発するよ。きっとまた戻ってくるから。ロストが建てた家、一人で、はあ、思い出だらけ。でももうここにロストはいない。ここにはもう何もない。